ご視聴ありがとうございます。今回は、ゼルダの伝説や、メトロイド、そして、悪魔城ドラキュラなど、数々の名作を生み出した、あの懐かしい、ディスクシステムの誕生を、ご紹介させていただきます。コペンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。ディスクシステムの誕生。ディスクシステムは、任天堂から、家庭用ゲーム機である、ファミコンの周辺機器として、1986年2月に、発売された商品なんだ。おお、懐かしいですね。ディスクシステム。この新製品では、クイックディスクという、ゲーム媒体が採用されていて、ファミコンのロムカードリッジよりも、低価格で、大容量、しかも、当時のロムカードリッジでは、実現できなかった、ゲームデータの保存までできる、夢のマシンだったんだ。コペンも、ゼルダの伝説がプレイしたくて、ディスクシステムを買ってしまったよ。この新商品の、キャッチコピーは、やればやるほど、ディスクシステムー。そして、当時の、CM はこちら。カセットの時代から、ディスクカードの時代へ、ゲームの世界を変える、ファミリーコンピューター、ディスクシステム、新登場。本体に、ラムアダプターとディスクドライブを接続し、3倍の能力を持ったディスクカードを使うと、ドラマチックなゲーム内容に大きく変身。ファミリーコンピューター、ディスクシステム、新発売。ということで、実は、この新しいマシンは、当時、任天堂が抱えていた、家庭用ゲーム機の課題から生まれたものなんだ。ファミコンの課題？そう、このディスクシステムは、ファミコンが発売された、3年後の、1986年に、登場することになるんだけど、この頃は、スーパーマリオの登場や、スターフォースの発売による、シューティングゲームの盛り上がりにより、子供たちの間で、ファミコンブームが、巻き起こっていた頃なんだ。しかし、実は、この社会現象にまでなったブームの中で、任天堂は、不安を抱えながらこの、熱狂を見ていたんだ。任天堂への不安？そう、それは、半導体の価格が高騰していて、ファミコンのゲームの値段が、どんどん上昇していることなんだ。確かに、あの頃、ゲームソフトの値段が、少しずつ上がってきていたような。そうなんだ、ファミコンが登場した頃の、任天堂のゲームソフトは、すべて一律、3800円だったんだけど。ところが、1984年10月に、このメーカーから、こういう発表が行われたんだ。申し訳ございませんが、今まで、3800円で発売させて、いただきました。弊社のファミリーコンピュータのゲームソフトに関しましては、遺憾ながら価格を一律4500円に値上げさせていただきます。理由といたしましては、現在、ロムカードリッジに使われております、半導体が予想以上に高騰しているための苦渋の決断でございます。ということで、1984年の10月から3800円で発売されていたファミコンのゲームソフトは、すべて4500円に値上げされることになったんだ。それに、この頃、任天堂自体も、ファミコンが好調に出荷されているにも、かかわらず、半導体の高騰と、海外輸出の落ち込みから、一時、現役の抜き目にあっているんだ。あらあ、任天堂としては、苦渋の決断で、値上げを決行したってことですね。この頃は、パソコンと、ワープロ需要の拡大で、日本の半導体業界は、大忙しの時代でしたからね。需要が、供給を追い越していたんだね。そのため、その後、ファミコンのゲームソフトの価格は、5000円、5500円と値上がりしていくことになるんだ。当時、このロムカードリッジが、どんどん値段が上昇していく、事態を、任天堂は、深刻に考えていたんだ。そして、この頃、任天堂の山内社長と、ファミコンの生みの親である、上村部長が、この半導体の高騰している状況を、なんとか、打開できないかと、打ち合わせが行われていたんだ。上村君、我が社の家庭用ゲーム機が、好調な売り上げを示しているとはいえ、予想以上に、ゲームソフトの価格が上がりすぎてしまっているな。そうですね。今は、日本の半導体メーカーも、パソコンや、ワープロ需要の急拡大で、工場はフル稼働の状態ですからね。そのため、メーカーから安くチップを入手することが、難しくなってきていますからね。ということは、おもちゃ業界である、家庭用ゲームに回せる、半導体は、数が少ないということか。そうなんです。我が社の家庭用ゲームの、開発で、お世話になっております。リコーさんや、三菱さんからはなるべく優先して、チップを入手してもらっているのですが、半導体の中でも、パソコンなどで利用されている、メモリは、なんとか、供給が間に合っているようなんですが。しかし、ゲームカードリッジで利用している、読み取り専用の、ロムに関しては、業界では、あまり需要が少ないと見ているようで、半導体のメーカーさんが、それほど製造に力を、入れていないのが、現状です。そのため、弊社のファミリーコンピュータの、開発の時には、三菱さんからなんとか、ロムを確保することができたくらいですから。慢性的な供給不足は、免れられない状況ですね。ということは、これからもゲームソフトに、
半導体を利用する限り、値段が上がっていく可能性があるということか。はい、そういうことになります。そうなると、これから発売されるゲームソフトは、5000円以上で発売するしかないということだな。はい、残念ながら、そうなりますね。そうなると、今は好調に売れている我が社の家庭用ゲーム機も、ゲームソフトの値上がりによって、需要が落ちていく可能性が考えられるな。そうなんです。私も、それを心配しているのです。上村君、君も経験している通り、このおもちゃ業界は、浮き沈みの激しい業界だ。我々が、お客様としているのは、子供たちであり。この、購買層の特徴は、新しいものや、面白いものには、すぐに飛びついてくれるが、その分、飽きるのも早いのが、この業界の常だからな。そうですね。我が社のファミリーコンピュータが、ヒットする前には、光線銃シリーズや、家庭用ゲーム機、さらに、ゲームウォッチなどを発売していましたが、数年で、子供たちに飽きられてしまいましたからね。そうだな、特に、ゲームウォッチがヒットする前は、新商品を次々と販売していたが、子供たちにすぐに飽きられてしまい、なかなか、売り上げを維持することができず、我が社は、多額の借金を抱えて、会社が傾く寸前にまでなったからな。いやー、あの頃は、いつ任天堂が潰れるのかと、ヒヤヒヤしながら商品開発を、していましたよ。まあ、横井くんの作った、ゲームウォッチが、大ヒットしたおかげで、なんとか会社を、立ち直らせることができたものの、あれだけ、ブームにもなった、ゲームウォッチでさえも、ピークは、たったの2年だったからな。そうですね、あの商品も、2年目から、ライバル会社から似たような商品が、次々と発売されてしまい、3年目は、据え置きの家庭用ゲーム機市場の、拡大で、一気に、子供たちの関心が、テレビゲームに移ってしまいましたからね。そうだな、それでだな、上村くん。わしはな、今好調な売れ行きを示している、我が社のファミリーコンピュータも、3年でピークが来ると見ているんだよ。そうですね、私も、そう思っております。ましてや、ゲームソフトの価格が、毎年上がってしまってますから、そろそろ、ファミコン離れが、起きるんじゃないかと、懸念しているのですよ。そうだな、子供たちにとっては、数千円もする、ゲームソフトは、大金だからな。そうですね。なあ、上村くん、この先5000円もするゲームソフトを、5本も10本も、子供たちが買い続けてくれるのだろうか。そうなんです、私も、それを懸念しております。ファミリーコンピュータの、ゲームソフトの値段は、もう子供たちの、お小遣いで買える価格を超えようとしています。このままでは、あと数年で、このファミコンブームも、収束してしまい、さらに、家庭用ゲーム市場そのものの、成長が、減速してしまうのではないかと、心配しているのです。うむ、そうだな、現に、アメリカの家庭用ゲーム市場は、崩壊してしまったからな。そうですね。うむ、そうなると、日本の家庭用ゲーム市場の、成長のためにも、今、打つべきでは、もっと低価格で、子供たちのお小遣いでも、気軽に購入できる、ゲームソフトを提供し、そして、その商品を、供給できる仕組みを考えることだな。確かにそうなりますね。もっと、2000円、いや、数百円で、ゲームソフトを、供給できる仕組みを作ることができればいいのですが。そうだな、上村くん、なんとか、我が社の家庭用ゲーム機を、転名できる方法を、考えておいてくれたまえ。わかりました、山内社長。ということで、任天堂は、高騰するゲームソフトの上昇により、家庭用ゲーム市場での、ユーザー離れを心配していて、ファミコンで、もっと低価格に、ゲームソフトを、供給できる仕組みを模索し始めることになるんだ。任天堂は、なぜそんなに深刻に、ゲームソフトの値段が、上昇していくことを、心配していたの？それは、任天堂が、長年おもちゃ業界で、商売を続けていて、その浮き沈みの激しさを、何度も経験していたからなんだ。この会社は、1970年代に、なかなかヒット商品に恵まれず、70億円もの、負債を抱えて、倒産寸前の危機を、経験したこともありますからね。そうなんだ、ファミコンが大ヒットする前は、光線銃シリーズや、家庭用ゲーム機、さらに、ゲームウォッチなどを発売してきたんだけど、やっぱり、3年くらいで、子供たちに飽きられてしまい、その度に、次々と新しい商品を、開発してきた歴史があるんだ。そのため、任天堂の山内社長や、ファミコンの生みの親である、上村部長も、この頃の時代を、経験していて、おもちゃ業界の浮き沈みの怖さを肌で感じ取っていた世代だったんだ。この業界の怖さを知っていた任天堂の世代なんだね。ディスクシステムの誕生のきっかけとなったあるメーカーの訪問。そんな1984年、あるメーカーが画期的なシステムがあるとして任天堂に訪問してきたんだ。画期的なシステム？そう、それは任天堂が抱えていたゲームソフトの価格の値上がりにより、ユーザーが家庭用ゲーム業界から離れていってしまうんじゃないかという不安を一気に解消できるという提案内容だったんだ。そのメーカーと任天堂の商談はこんな感じです。いつもお世話になっております。
任天堂さん。お、これは、わざわざ札幌から、ご足労をおかけしてしまって、申し訳ございません。なんでも、現在、弊社が採用している、家庭用ゲーム機のロムカートリッジに、代わる、新しい商品を開発したとのことで。はい、今回訪問させていただきましたのは、現在、御社が、採用いただいています、ロムカートリッジについての課題を、解決する方法を、提案させていただくためなのです。なるほど、それは楽しみですね。まず、最初に、現状のゲームカセットについての、問題点についてなのですが、このロムカートリッジには、二つの課題があると思うのです。ほう、二つの課題ですか。はい、そうです。一つが、ロムカートリッジの価格と、もう一つが、流通です。ゲームソフトの値段と、流通ですか。そうです。まず、一つ目の、ゲームソフトの値段についてですが、最近は、ゲーム容量の増加が求められる中で、半導体の高騰もあり、年々、価格が上昇していることは、御社もご承知のことだろうと、思います。まあ、そうですね。以前は、4500円くらいが、販売相場でしたが、最近は、5000円以上に、上昇してきていますし、これから先も、ゲームソフトの値上がりは、避けられない状況になってくるでしょう。そうなんですよ。もう一つの、流通の問題なのですが、これには、いくつもの業者さんを通すことでの、マージン発生による、ゲーム価格の上乗せと、ゲームソフトの、在庫の問題という、二つの課題を、抱えていると思うのです。確かに、御社もご存知のように、弊社は、初心会という、問屋ネットワークを通して、小売店さんに、商品を卸させていただいておりますから、一時、二時と中間マージンが、発生していることは事実ですね。もう一つの、ゲームソフトの在庫の問題なのですが、現在、ほとんどのゲームメーカーは、御社に、ロムカセットの製造を、委託してますから、ファミリーコンピュータでソフトを、発売するには、メーカーさんは、完成したゲームプログラムを、任天堂さんに納品し、その後、御社の工場で、ロム製造を行い、それから、問屋さんを通して、店頭に並ぶという流れになっております。まあ、そうですね。現在の、製造方法では、ゲームが完成してから、発売されるまでに、2ヶ月もの期間がかかってしまいますし、その後も、ゲームメーカーは、その商品の在庫調整や、資金繰りに、苦心しているのが、現状でございます。まあ、確かに、ゲームメーカーさんには、発売前に、販売本数分の資金を、用意していただく必要がありますし、もし、その商品が、大ヒットしたとしても、追加の増産に、1ヶ月以上もかかってしまいますからね。それに、予想より、そのソフトが、売れなかった場合は、値引きして、在庫を、さばかなければならなくなることもありますからな。これは、メーカーさんにとっては、ハイリスクハイリターンな、仕組みであることは、確かですね。弊社も、御社のゲームソフトを、初めて発売した時には、ロムカートリッジを製造する費用の、資金を工面するのに、相当苦労した経験がありますからね。いや、あの時は、いろいろお世話になりましたな。それで今回は、このような課題を、一気に解決する仕組みを、弊社から提案させていただきたいと、思っているのです。ほう、それは、興味深いですな。実は、最初に見ていただきたい商品があるのですが。ほう、なんでしょうか。これは、弊社が、三菱樹脂と共同開発している、メモリカードなのです。メモリカード？はい、この、IC カードは、B カードと呼んでいるのです。ほう、B カード。この商品は、現在のロムカートリッジのように、読み取り専用の媒体ではなく、データの書き換えもできる、メモリカードなんです。ほう、書き換えもできる、ゲーム媒体ですか。そうです。実は、これともう一つ、このカードで、データの書き換えができる機械も、現在開発中なのです。ほう、ということは、御社は、この IC カードで、ゲームデータの書き換えができる機械を、作ってらっしゃるってことですか。そうです。このシステムの名前は、ハニカムラインと名付けているのですが。ハニカムラインですか。はい、今回、弊社から、ご提案させていただきたいのは、この B カードと、データの書き換えができる、このマシンを組み合わせた、このシステムの導入を、任天堂さんに検討して、いただきたいのです。この二つを組み合わせた、システムをですか。そうです。まず、この仕組みを導入するには、このメモリーカードの、B カードと、ゲームソフトの書き換えができる、ハニカムラインを準備して、いただく必要がございます。なるほど。そして、このサービスを、お客様が利用できるようにするには、この、ハニカムラインを、おもちゃ屋などの、小売店さんに設置していただき、次に、顧客が、このシステムを使って、ゲームソフトを購入する手順としましては、まず最初に、お客さんが、このマシンが設置されているおもちゃ屋に、来店していただき、そこで、このゲームソフトの書き換えが、可能な、B カードを、購入してもらうのです。ほう、B カードを購入する。そして、来店したお客さんは、店員さんに、欲しいゲームを注文してもらい、そのオーダーから、お店の人が、このハニカムラインで、
そのゲームソフトの書き込みの手続きをしてもらえれば、いつでも顧客が欲しいゲームを手に入れることができるのです。なるほど。この仕組みを利用すれば、ゲームユーザーは様々なソフトを簡単に低価格で手に入れることができるようになるんですよ。お、それはいいですね。さらに、この仕組みはゲームメーカーにもメリットがあるんです。ゲームメーカーにも？そうです。このシステムを利用すれば、ゲーム完成後、すぐにこのハニカムラインにゲームソフトをインストールしておけば、ロムカードリッジの製造費用や発売まで2ヶ月も待つ必要ありませんし、すぐにゲームソフトをお客様に提供できるのです。お、いいですね。しかも、在庫のリスクは全くありませんから、ゲームソフトの在庫を抱えたり、もし、そのソフトが大ヒットして、さらに追加の販売が必要になったとしても、このハニカムラインなら、お客様はこの機械でゲームを購入できますから、追加増産による機械損失の恐れもありませんよ。そのため、ゲームメーカーは、費用も、在庫リスクも抱えないで、その資金をゲーム開発に集中させることもできるんですよ。なるほど、この御社のご提案は、非常に興味深い内容ですね。ということで、このメーカーが提案した内容は、任天堂が課題と考えていた、ゲームソフトの価格や、在庫問題を一気に解決するという、魅力的な提案だったんだ。ゲーム媒体を、ファミコンのロムカートリッジではなく、書き換え可能な、B カードと、ハニカムラインを利用して、ゲームソフトを供給するという仕組みなんですね。そうなんだ。そして、この提案を任天堂に持ちかけたのは、実は、ファミコンのサードパーティーでもある、ハドソンなんだ。おお、ハドソン。このメーカーは、三菱樹脂と共同開発して、IC カードである、B カードと、そのカードで、書き換えができる、ハニカムラインを開発中だったんだ。B カードは、世界初のメモリーカードとして、翌年の、1985年に、正式に発表されました。おお、さすがは、ハドソン、先進的ですね。今回はここまで。次回は、任天堂が抱えてきた、不安を一気に打ち消すような、このハドソンの提案に、任天堂の山内社長は、興味を示し、ノリノリの状態になるんだ。そして、ファミコンの生みの親でもある、開発2部の上村部長に、早速、このシステムのプロジェクトを、進めるように、指示を出すことに。しかし、上村部長が、このシステムを調査している段階で、このハドソンの仕組みには、致命的な、課題があることが浮かび上がってくるんだ。そんなある日、任天堂に、あるメーカーが、画期的な商品を売り込みに来ることに。ということで、次回の動画を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。